栃木県塩谷郡の範囲塩谷郡は、栃木県の郡、人口39,293人、面積246.93桂平方メートル、人口密度159人、K 平方メートル、以下の2町を含む、上記の2町のほ八1878年に行政区画として発足した当時の郡域は、現在の行政区画ではむね以下の区域に相当する。 八板市、桜市の例外となっている地域は後に、那須郡から編入されている。その他にも那須郡との境界変更が行われている。芸屋国の塩谷は、大化の改新の古くから、塩の屋と呼ばれており、平安時代中期に編纂された和名章では、四保の夜と注釈され、当時館内には、山城、片岡、赤井、三期、山下、天部の六郷があった。 これを示すいくつかの和歌も残されている。そのため、下屋国塩屋軍を拠点とした士族の塩谷氏は、塩の屋と名乗っており、富士製塩谷氏の初代である、塩谷友成も上級期末期一において、潮の屋表へ友成と記されている。下付以外で塩屋あるいは塩屋とある地名については、ほとんどの場合、塩屋と呼称されるのが一般的であったため、 得意な例であると言える。その後、地名としては、塩屋と塩の屋の故障が混在する状態が続くが、江戸時代末期に編纂された下屋国史においても、当地にあった塩屋城が塩の国城と記載されているため、江戸時代に至っても、地名の故障の混在が続いていたものと考えられている。現在は正式な地名の故障としては、塩屋が通用されているが、 地元の愛称として、塩の屋、あるいは、塩の屋の故障が用いられることもある。1、八板村2、泉村3、宝木根村4、塩原村5、藤原村6、栗山村7、不入村8、玉瀬村9、大宮村10、宇治江町11、阿久津村12、北高根沢村13、厚田村14、木連川町15、片岡村。ありがとうございます。